どうもこんにちは、バイオリン道場へようこそ。今回は、弓の持ち方の後編なんですけども、ボーイングの返し際のボーイングについて説明します。大きく僕が知ってるだけでは2つやり方がありまして、ベルリンの先生が言ってることとパリの先生が言ってること、この2種類になります。ベルリンの先生もパリの先生もですね、両方とも、違いはあるんですが、共通点として挙げられるのは、弓を返すときに弓の持つ手の形を変えないということです。よく皆さんが教えられるこの動作を やる、つまりダウンはダウンだよね、アップはだよね、だからこうだよねっていうのは、これは間違いです。なぜかというと、返すときにこれをやってしまうと音が均一にならないからです。このように尖ってしまうわけですね。なのでこれは絶対にやらない方がいいと思います。そのまま返すわけですね。そして、ベルリンとパリのその違いというのは何かと言いますと、アップからダウンに行くときに違いがあります。ベルリンの先生の方はですね、アップで行くときに、少しそのまま弓を持っていくと、こっちに腕のこの都合上行ってしまいますね。これを防ぐためにあえて弓を向こうに斜め前に出すようにするということです。返すときには仰向けを連想させるように返すと言ってます。まあ、どちらにしても要は良い音が出ればいいので、自分の好きな方を選んでもらえればいいと思います。ちなみに僕は両方とも取り入れて、何かいい解決策が見えないかということでやっています。ですので、まとめますと、弓を返すときには弓の形や指の形を変えないということ、それから、元の弓の返しの時はこう仰向けを連想させて小指に少し力を入れるやり方と、そのまま向こうに押し出すやり方と両方あるよっていうことです。はい、では以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。何か質問とかありましたらですね、気楽に、気軽にコメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回です。